はいどうも皆さんこんにちは、イケポンです。いつも動画見ていただきありがとうございます。今日の動画はですね、僕は、神戸に住んでいるんですけども、その神戸の、海の景色を、いつも見ながら走っております。なので普段、海見て走ることがないという方は、よかったらこれ見て楽しんでください。そして神戸来た時は、よかったら、ここを走ってみてください。ちょっと動画、走りながら撮りたいと思います。ちょっと手ぶれとかもあるんですけども、そこは、ご了承ください。では、790日目の、ランニング、行っていきたいなと思います。はい、ケポンです。今日の10キロ走り終わりました。記録はこんな感じです。はい、どうだったでしょうか。神戸の海の景色は、僕は毎日、この景色を見ながら走っております。そして今、走り終わって撮っている場所は、舞子浜というところです。よかったら、ここも景色ぐるっと見せたいなと思います。はい、どうでしょうか。明石海峡橋があって、向こうには淡路島があります。はい、天気も今日はめちゃくちゃいいです。天気が本当にめちゃくちゃいい、ものすごく天気に、今日は
恵まれておりました。ぜひね、神戸観光に来た時はあのランナーの方よかったら、ここも走ってみてください。とてつもなく気持ちいいので。はい、では、今日の動画は、以上になります。ぜひ、チャンネル登録と高評価の方、よろしくお願いします。それじゃあバイバーイ。